月金部活お邪魔します。県内の小中高大学の部活動などに五所川アナウンサーがお邪魔して皆さんの頑張りお伝えするコーナーです。それでは早速、今回は熊本高校にお邪魔します。今日はこの楽器を使う部活です。すでに音が聞こえています。お邪魔します。熊本高校弦楽オーケストラ部、バイオリンやチェロなどの弦楽器を使って演奏する県立高校では2つしかない珍しい部活です。部員33人のうち9割が初心者からのスタート。今では皆さん立派に演奏しています。私たちが入った年はもう見学とかもなしに入部届を出すっていう状況だったんですけど、何か新しいことに挑戦したいなと思って、あえてやったことのない弦楽器に挑戦してみようと思って始めました。実は生徒以外にも、生徒ではない人が混ざってますよね。熊本高校で情報を教えていらっしゃる久保直先生です。先生だったんですね。学生時代はサッカー部、音楽とは無縁の人生だった元顧問の久保先生。部活をきっかけにハマってしまったんだとか。自分が弾く音と周りの音と綺麗に合った時とか、どんどん上達している感じがですね、ハマる一つの理由かなと思います。体験させてもらいます。五所川アナウンサーも体験させてもらいました。あ、鳴ってます鳴ってます。いや、いきなり鳴るのはすごいですよ。すごく綺麗です。すごく褒められてドヤ顔です。さあ、皆さんの目標は。まずは全員でステージを全力で楽しむことを一番に、夏のコンクールでは金賞をいただけるように頑張りたいと思います。頑張ってください。弦楽オーケストラ部の皆さん、応援しています。初心者からでこう皆さんみたいに綺麗な音が出るんですね。すごいですね。すごい。バイオリンなんて買ったらものすごく高いですからね、部活でできるって素晴らしい環境です。さあ、ぜひうちの部活にも来てほしいという皆さん、月金はいつでも取材依頼や情報お待ちしています。